はい、どうもタクチャンネルです。今回はですね、ゲットジェムの、ルールの分かりにくい部分をですね、動画で、説明していこうと思っています。ゲームの準備の部分がちょっと説明が足りないと思われる場所がありまして、そこをまず、お伝えしようと思います。ここでまずね、キャラクターカード5枚は5枚ですね、キャラクターカードを抜き出すということは明記されてるんですが、ですね、この砲撃エレメントカードという3枚、これも、抜き出さなきゃいけないんですね。そして基本カード、残った30枚のことを、基本カードと言ってましてですね、まあそれに対する説明もなくてですね、つまり、キャラクターカード5枚と砲撃エレメントカード3枚、これ以外の残り30枚が基本カードです。で、この基本カードをシャッフルしてということですね。で、3種類の砲撃エレメントカードは、山札には加えずにこのようにテーブル中央に置くということは書いてあります。このね、砲撃エレメントカードを抜き出すというくだりが一切なくてですね、ここがまず分かりにくかったということで、ここでお伝えしておきます。ゲームの目的、勝利条件の部分がちょっと見えにくいと。この説明書だとですね、手番の進行という形でね、手番の進行をなぞりながら、その途中で、まあ、勝利条件の部分も書いてあるんですけど、まずはね、勝利条件の方をね、把握してると、ルールの部分が、馴染みやすいので、勝利条件というのをね、ここではっきりさせておこうと思います。で、このゲームはですね、この3種類の砲撃を揃えるということが最初の目的となっております。3種類の砲撃ですね。炎、水、雷とあるんですけども、これらを揃えるというのが、目的になっております。で、この3種類揃えるというのがまたちょっと分かりづらいみたいなんですけども、このそれぞれ、1つずつ3種類が揃ってる風にしなきゃいけないということですね。例えば こういう形で3枚っていうのは、これだと勝利宣言ができなくてですね、これだと水がないので3枚持ってても揃ったことにはならなくて、こういう形で3色揃えなきゃいけないということです。はい、ここがまず分かりにくいポイントとして一つあったということです。そしてですね、虹の砲撃というのがあるんですけども、これはどの色としてでも扱うということなので、勝利宣言の際どの色としてでも扱います。なので、例えばこういう風な場合でも、これを水として扱えば、水の砲撃として扱えばですね、3種類揃ったことになりますんで、これでも勝利宣言ができます。まあ、こういった形でですね、虹とかを使いながら、3色を手札に揃えるというのが、まずこのゲームで勝つために必要な、最初のポイントとなっております。そしてですね、このゲームは手札に3色が揃ったらですね、まあ虹が絡んでもいいんですけど、このような形で、まあいろんな虹がね、虹が3枚でも大丈夫なんですね。虹が3枚でも、これそれぞれどの色としてでも扱うんで、炎、水、雷として扱っそれぞれを扱って揃ったってことが言えるんですけど、ここはね、ちょっと難しいみたいなんですけどね。このように3枚揃ったらですね、自分のターンの終わりのエンドフェーズに、この揃った3枚を場に出して、勝利宣言というのを行うことができます。そしてこの勝利宣言した、この勝利宣言カードはですね、他のプレイヤーのターンが終わるたびに、一つずつ、手札に戻っていきます。そしてこれらが全て戻ったタイミングで、そのプレイヤーは、手札を全て公開します。もちろんこの3枚以外にも何か持ってる可能性があるんですけど、全て公開した中に、3種類が揃っていたら、その人が勝つという、これが、勝利条件となっております。で、このゲームはもう勝者が1人決まった時点で
ゲームが終了するというタイプのゲームになっております。で、勝利確認の際にですね、例えばこんな風になってたとしますよね。そうするとですね、この呪いの宝玉というカードはですね、虹の宝玉の効果を消してしまうというカードになっております。ですので、この場合だとですね、水、雷で、これ虹を炎として扱えば、水、雷、炎という形で3種類揃っているんですが、呪いの宝玉によってこの効果が消えてしまってですね、これがカスとして扱うので、ここの2つしかないよということになってしまってですね、これだと勝利確認は失敗になるんですね。この呪いの宝玉があると、この虹の宝玉が、勝利条件として役に立たないものになってしまうというところがあります。まあ、ここが難しいポイントでもあるんですけど、この呪いをね、プレイヤー間でね、押し付け合ったりするところがこのゲームの面白いポイントなので、ここはぜひね、ルールをマスターしていただきたいです。それとですね、もう一つよくある質問がありまして、ですね、例えばまあ、このような形で勝利宣言したとしますよね。で、他のプレイヤーのターンが終わるたびにこれが手札に入っていくんですけども、その間にね、いろんな手札の移動の干渉を受けるんですね。勝利宣言した時はこの3枚だったんだけど、何らかの形でね、他のプレイヤーからこの勝利宣言時には持ってなかった宝玉が手札に入ったりとか、まあ、あと自分のターンのドローでね、違う種類の宝玉を手に入れたりとか、勝利宣言中に、宝玉を手に入れることっていうのが起こりうるんですけども、この際もですね、勝利確認の際には全て公開して、例えばね、これで勝利宣言してここが奪われてしまったとしても、何らかの形でこれが手に入っていたとしたら、その勝利宣言中にね、ここでももう3つ揃ったということになって、これでも勝ちになるんですね。勝利宣言した時の3枚と異なる形で、勝利確認を成功させても、その人は勝ちになります。なので、勝利宣言中のプレイヤーにね、宝玉を押し付けるっていうのは、リスクが高いということが言いますね。ここは本当いい質問だと思いますね。なので、まあちょっと気持ち悪いんですけどね、勝利宣言した時と違うカードで勝利確認が成功するっていうこともあり得るということです。はい。なので、その勝利宣言中のプレイヤーにね、宝玉を押し付けるというのはすごくリスクが高いです。まあ、勝利条件に関してはこんな感じですね。つまりこのゲームはですね、の3種類を揃えると、揃えて勝利宣言、勝利確認を成功させた人が勝ちというゲームです。そして自分の手番中にアクションカードとか、その他アクションフェーズでできることというのがね、ありまして、そういうのを使いこなしてプレイヤー間で手札を奪い合ったり押し付けたりし合って、勝利宣言、勝利確認を成功させると、そういうゲームになっております。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたが罪を出たけど